こっちオレンジ味がかっとうね。ここにした方がいいかな。お久しぶりです。確かにカメラ反転してしまった。危ねえ。なんもないけど怖こんばんは。ドキドキ。今日ない家でやったらダメなやつこれ。そうよね。よかった家じゃなくて。家じゃないから私のバッグが映った。危なも家やったら終わった。特になっちゃう。おなっちゃんがこれを家でしたら。そう今日はモノトーンです。モノトーンコーデです。イエーイ。こんばんは。めっちゃホーリデー。ね、どうやったら映っかな。ここに置けばいいんか。お腹鳴った。サッカーボールありがとうございます。オセロさん。あ、そういうこと。オセロって白黒ってこと。白黒ってこと。いいよ、まあうちらなくてもサッカーありがとうございます。サッカーボールありがとう。シュート。パワーが来た。豚松さん、タワーをありがとうございます。クリスマスツリーの日。ありがとう。あ、そうなの。そう、今日クリスマスツリーの日。知らんかったよ。ありがとう。クリスマスツリーがいっぱいあれですよ。いっぱい立ってますよ今日。そうね、今日写真撮ったもんね、クリスマスツリー、ね、後でメールで送ろう。今度クリスマスがいっぱい立っておりますよ。こんばんは。どんぐらいポッターさんがいる。にゃーん。お、待って。あ、戻った。タワーをありがとうございます。ありがとう。こんばんは。なんかメモあるかな。メモ？メモ。ないかな。じゃあテロップでいいか。たけるくんハート。ありがとうございます。今日のファッションはこんな感じです。こんばんは。待って、なんかめっちゃ固まるんだけど。電波が悪いんじゃないかな。自分のとこちゃんと見えとんかなこれ。こんばんは。電波大丈夫そうですか皆さん。じゃーん、見てください。爪がかわいい。どうですかね。どうですかね。聞こえとんかなこれ。あ、電波あ大丈夫ってことは見えてる。大丈夫そう。うん、大丈夫。じゃあいいや。今日は爪をキラキラにしました。見えないかな。あれ、あ、あった。カチューシャー。ほい、こんばんは。旅行中です。キラキラにしました。ブラウンです。タイガー。私の爪まだね、シンナー臭いです塗りたてなので二人の爪を並べてほしいって。タタタターン、タタタタン、タタタン、タタタン、タタタン。私はマットのブラウンネイルでございます。こちらはわぁ、キラキラって感じです。え、どこのネイル。かわいい。わからん、なんか急いで。ネイルホリックかな。わかんないです。エレガントなっちゃんです。どうも、こんばんは。今日はごきげんようって感じだね。ね、だからこんな配信にタワーをありがとうございます本当に。クリスマスの日だから。タワー。クリスマスツリーの日だから。クリスマスツリーと自撮りいっぱいします。アップねー。アップねー。ありがとうございます。まあ漏れてないな顔が。まあいいか。こんばんは。こんばんは。
なっちゃんの家じゃないです、こんな綺麗じゃないです。私の家ですね、はい、私のなっちゃんの家こんな綺麗じゃないです。私のお家です。クリスマスツリー。寒くないの？寒くないですよ。だから肩って感覚ないよね、肩出ししたらさ。うん、ない。いつも言われる。正味足もないよね。そう、同じこと言ってる。みんなね、足下と膝下と肩は感覚ないからね。そう、なんかよくさ、全然寒くない。寒そうだからって心配してくれるけど、ほんまになんかもう寒い通り越して、あの無感覚になる。無感覚。そう、そう、それを最近配信で言った。無感覚だね、この辺。あんま言いたくないよって。鍋パするとかじゃない。鍋パ。鍋パか。もつ鍋。鍋パも何鍋にする？いいかも。何鍋？何鍋？何鍋？何鍋かな。キムチ鍋で。渡鍋じゃないや。せっかく振ってあげたのに。キムチ鍋で。今危なかったよね。あ、大丈夫ねこれは。うん。やーん。やーんって何？じゃーん。プリクラどこ？プリ取りました、ね。最近のプリってすごいのよ。見て、こんなスケスケ。スケスケプリ。プリクラなくした。取れるんですよ。こんばんは、こんばんは。部屋あったかい。あったかいです。吉野家ありだね。暖房つ…え、吉野家、うん、言った、ね、松屋もありやね。こんばんは。やっぱうちらの中で行きますか。本当にそれでいいのか、ここに来てそれでいいのか。プレゼントしてくれるんですか。いや、抽選1名の方にあげます。どこやったっけな。携帯の裏じゃない。いや、携帯ケース変えたんよ。あ、そっか。じゃ、その袋に入ったんだろう。あー、そうじゃそうじゃ。そういうことじゃ。そうじゃそうじゃ。ほんと、や、今日そういうことか。みんなあのなんかさ、白黒ってオセロって言ってたなんて。ほんとだね、気づかんやったわ、歩いとっても。あったあった。よいしょ。まあ QR 見えてもさ、無料配布できるけどね、プリクラ。ダメだろなんで。あ、そっか、なんかそっか、一瞬最近流行りのなんか透明の。最近流行りのやつってあの動画も撮れるんですよ、プリクラで。そうそうそう、プリクラを撮りました叩いて叩いてあったくないっけ。なんかさ、プリクラの中でさ言いよったやん。おい、隠してんじゃないよ。進撃の巨人プリクラ撮りました。なんか叩いて叩いてほっぺたみたいな、なんか動画みたいになったくない。動画撮るよみたいな。なかった、叩いて叩いてピースみたいな。こんばんは、こんばんは。今日は30分を予定している。でも盛り上がりによっては変わる。うんはじめまして。ももちゃんの自己紹介中にモモポーズするなっちゃんが出る公演見たいです。無理ですね、あの花田公演、うん、あの残念ながら。うどむさん、かわいいギフト。私が他のありがとうございます。ポジション覚えるか、ももちゃんが覚えるかやね。ももちゃんが覚えるかって、ももちゃんのポジションやもんな。おやしももさん、ゆき、ありがとうございます。こんばんは。ヘアイロン欲しいね、うん、あ、もっとにゃ自分が。なんだい、こんばんは。楽しそうで良きそう、旅行です。弾丸旅行、割とちらりクロス。色味がめっちゃピンク、こっちね、なんかピンクなんよね。なんでやろ、暖かさみたいなやつかな。暖かさないか。可愛くないですか、ファッションショーあ、お腹鳴った、お腹鳴った。なっちゃんがゆきりかも。ゆきりかの自己紹介、何やっけ、今日のあなたはどこ行き。これです、ゆきりかです。私のファッション、
冬のデート風コーデです。お腹壊しそうってどっちのこと？え私はあのちゃんとスケスケタイツ履いてるんで。こんばんは、こんばんは。福田さんのねあれマジ楽しみにしとるんよ。あの福フェス？あのうどんを見せると見せかけてあの太ももの写真を送るっていう、あのめっちゃ好き。あれ楽しみにしとるんよ私。ファンです。ファンです。寒くないよ。だから無感覚になるんだって。そうそう。雪ありがとうございます。なんか今音楽番組やってる？知らない。森高千里さんすげえなって。麦沢さんの中にだよね。ご飯の紹介、あご飯はねまだですね。何がいいだろう。暗いな。あ FNS、 FNS だって。へえ。 FNS か。お腹すいたよ。何食べようかな。何食べ行こう。明日なっちゃんの休みなのでバースデープレゼント送ります。楽しみにしてます。あと私も待ってます。あと5日あと5日うん、そん、うん、あ、そうか、あと5日か。あと5日です。皆さん、いや何鍋、和田鍋。隣誰って書くのやめた。私だから。海藤やんそれ。確かに。うまいやり方やな。隣書くの。こんばんは。こんばんは。FNS 歌謡祭始まったよ。こんばんは。こんばんは。あ、帰国しましたねって。うどむさん、かわいいギフト。あのサッカー選手、ありがとうございます。のこと。へえ、帰国早いね。早いね。こんばんは。こんばんは。イエーイ、ありがとう。イエーイ殿下会さん、ラインボスとか。あ、帰国しましたね。ありがとうございます。マチロダさん、ケーキ。今日はね、ケーキ食べました。こんな感じのね、こんな感じのケーキ食べたよね。ルドルフ。え、これは一緒ほぼ。これはあれやん、何やっけ、何やっけ、何やっけ、パティシエールでめっちゃ出てくるやつ。シュトレーンじゃなくて、待って、この前出たんよね名前が。忘れちゃった。こんばんは。なんだっけな、何やっけな。もういいよ。ブッシュドノエルだ。いやー頑張りだした。あ、浮き彫りじゃないよ。二人の熱々度を言葉にすると熱々ですか？おでんの卵ぐらいです、ね、じゃあ熱いですね。結構噛んだ瞬間に熱く。熱々度を言葉にすると熱々ですかって、ぬるぬるって言いたい。ぬるぬるは違うか。ぬるぬるはまた違います、ね、鍋おつ。こんばんは。こんばんは。木みたいなケーキ。え、トナカイみたいな元気。ルドルフです。ルドルフってトナカイってこと？知らない。トナカイを英語でルドルフ。こんばんは。ぬるぬるは良くないね。私はあれ食べました。クロッフル。ワッフル。クロッフルです。クロワッサンとワッフル。フルーツの。フルーツじゃない。え、何よ。チーズ。え、待って、クロキャラメルフル、ワッフル、ワッフル、クロッフルにチーズがかかったやつ合うんですよ。知ってました？知らないです。コメント反映されない？なんか電波悪いってあるよね。あとコメント反映されてないのがあるみたい。あー、確かにコメント少ないかも。え、それはもともと少ないかもしれんけど、うん、ちょっとコメント少ないかも。オセロです。お腹すいた、めっちゃ。黒。こんばんは。こんばんは。いつもより化粧してないですよ。あ、ブッシュドノエルって切り株って意味やって。
お化粧パゲパゲです。パゲパゲじゃない私、部屋のライトかな。珍しく白、今日ピンクじゃないもんね。確かにこの前この前みんな聞いてくださいよ、あのねこの前ね何かあったっけ、全身ピンクやったマジで、あの林家ペーパー師匠かと思ったもん。マジそんなことあったっけ。ピンクやった、ズボンもピンクで、カバンもピンクで、あレッスンか上着もピンクやったやん。マジで本当に面白い、ピンクハマってるからね。あインタビュー歌気分以来だコラボ。パゲパゲ、クリスマスの丸太って意味。あそういうことか。雪ギフトありがとうございます。ブッシュドが切り株、ピンクレディ確かにピンクレディやな。まあピンク似合うんでね。私はモノクロが好きです、黒白。最近黒と白、最近自分赤が似合うって気づきました。ペーパーコーデ2人でしたらって、あーありかも。ピンク、じゃあ私アフロして、アフロでカメラ持ってはーっていうはーって。あモモクロやね。ありがとうございます。2人が姉妹だったらどちらがお姉さんですか。はい私ですね、私ですね。なんで絶対私ですよ。これは今日の旅をリードしているから。それはでもあれじゃんそれはね、まあね、それはね、それはね、それはねこうだからよ、それはねこうだからよ。こんばんは、こんばんは。姉妹双子です双子の姉です。いいえ私の方が先に出てきました。いいえでも双子の人ってこういう争いするんかな。どっちでもいいんじゃない別に、私の方が先に出てきたしみたいなそここだわるみたいな、うん、どっちでもいいかもプランって考えてないよね。プランはそもそも適当に剣だけ決めて、そうなんか適当にやってる。そうそう、でも普通にさ考えたらさ、うん、姉と妹や。そうだよだね。私は本来も姉だから、うん、弟がいて、そうそうそう、兄ちゃんいるから。どっちがしっかり者、どっちが甘えん坊ですか。どっちもしっかり者です、うん、どこがどっちもしっかり者ですよ。はいはい。だってまだ今日何にもなくしてないから、なくし物してない。素晴らしい。え、そう見てほしい自分のねエアポッツがね、可愛くなった。リップを開けたい。あ、そっか手開いとんか。で笑ったら歯出てくる。歯にやるよ。で笑ったら歯出てくると。めっちゃ塗りやすいやんって歯のなんか。待って待って。口開けてしまう。行くよ。みん。まま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 嬉しいお知らせですって。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。初見です、こんばんは。これマックのさ、クーの味。スイパでなっちゃんに直して もらいたいということは直りましたかって。いいえ、何でしたっけ、そんなことありました。こんばんは、こんばんは。何やったっけ、ガチで、ガチでないのっけ。ドタキャン。あー、してないじゃんそもそももう誘わなくなりました見るよなんかでもされたんよ最近。まあいいや、まあ、送信取り消ししたでしょ。忘れたってことは違う、どっか行こうって言ったのに、あ、うん、それじゃない、未読無視じゃん。え、スタバ、そうスタバ飲みに行こうって言ったのにずっと返してくれなかったよ。え、スタバ普通になんかインスタとかいじっとんのにえ
スタバ行かんっていうメールをずっと返してないよ。でもこっちはさ、もしかしたら行くっていうかもしれんけんと思って待っとうわけやん。どういうこと？絶対なんかに埋もれとうけん、うん、他の話に埋もれてない。いえ、埋もれてる。でも消すか迷ったけど、うん、なんか返信こんけんさ、うん、証拠になるけん消してないよ。俺言う、それ優柔不断なんよ。そう、よくないそれ。スタバに行かないって送ったんですよ。今から行くか。スタバに行かないって送ったのに、でもインスタはしとって、うんうん、でも全然返信こんからずっと待っとって結局行かず、そうで夜に帰ってきた。なんか返信がいないそうみたいな。おせえ、うん、行かないにしてもね、行かないって言ってくれないとこっちは待ってる。待ってるから、うん、っていうのがありまして、そう、時差があるんよ自分の部屋。あのなんかバリケード張られとって、うん、あのなんかあの呪術廻戦のさあれみたいに帳がさ自分の部屋に降りとんよ。やけん4時間後ぐらいに届くメッセージが。自分もさ逆にすぐ返すやん、いかん、うん、無理、うん、みたいな、いけんみたいな、うん、じゃけんそうしてくれんと、うん、どうしたらいいか分からんのよ誘った側は。これは待つべきか、うん、いやでも行かないのかなみたいな、うん、だから、うん、それは早く返すべきだと思います。はい、あ、すいません、これチリパですかね。チリパですかね。なっちゃんあるある、そうなの、心よりは。私の代わりにファンの方が謝ってくれと。許してくれ。うん。優しい、みんな。ある意味チリパよね。どうする、暴露大会またあるかもしれん。まああるやろね、またチリパ。こんばんは。次の時のネタを私も、私も貯めておこう。チリパか。でも不満はもう一緒やもんね。うん、新婚さんの何、何それ、え、何もない。何もない。あー、直してほしいこと、うん、逆に、うん、ないんじゃないの。ないやろうな、ないやろ。あ、歩くのが早い。え、いいじゃん、全然遅いんよ。歩くのが早い、あなたが遅い。サラピにも言われとったやろ、だって遅いって。うーん、早いんよ、みんな足が長いからね。歩くのが早いんですよ。ごめんね、足長で。あと、あと、うん、あとないよ、あと、うん、あとないんだって。ほら、あ、待って、何やったっけな、質問。直してほしいとこ、直してほしいとこ、うん、ないんだよ、だってお母さんともっとく仲良く ならせてほしい。どういうこと？あなたのお母さんと仲良くなりたい、なりたい。 LINE いる？ LINE いる？もうこの前ね、この前ね、あのお母さんと話したらね、なんだそりゃ、お母さんがね、自分がグイグイ行きすぎてね、めっちゃ困っちゃった。困っちゃったやろ。そう、でも自分のお母さんも結構喋っとったくない？うん、まあ、ないじゃん、めっちゃいい人じゃん私。直すとこない。やった、 LINE ゲット。マジ遅いよ、うつのお母さん。いいじゃん、ちょうどいいや。時差がちょうどいい。確かに。こんばんは、こんばんは。クラコンって一緒に出たことあるっけ？ないんよ。ないね。そう、意外じゃない？7回ぐらいあったやん、クラコン、うん、ないんよね、実は。クラコンな、次いつやろう。前回ね、早かった人なんよ、うん、また回ってきたのが、うん、次また。でも
も自分結構多いよねクラコン。次またある、うん、来月ぐらい。おまだ出てないけど。ポクレンパサランさん、クマありがとうございます。クラコンの収録はしたんよねこの前。おうおうおう。けど放送日はまだ決まってない、うんうんうん、収録だけ言っていいよって言われたから。時計めっちゃ猫みたい今の猫じゃらし。時間が分からん説よね。教えて。大体の時間でいいから。あ、そう、あんたうどんするの早い。うん、ね、え、自分吸引力やばいよ。掃除機ダイソン。ダイソン。じゃあ私は何やろやだやだ、怖いよ。あ、53分。まだ30分経ってないわ。マジ私あれなんですよ、うどん。なんかさ、うん、あのでも自分うどんすすったものすすれんのよね。え、もともとすすれん人やったんや。うどんすすって食べん人やったんや、ラーメンとか、うんうんうん、けどやってみたらうまかったみたいな。え、でも自分逆、うん、逆なんや。逆、うどんはすすれるんよ。うん、なんかすすれるけど、うん、あのクラコン の、 あの1本置いてある1本やとすすれんくなる。あれめっちゃ得意。え、逆なんやな多分。夏の似顔絵送ったよしかもあのアレンジしてね使ってるからちゃんと。あの何やっけ、おやーなやつやろ。あ、スミバージョンを自分も作った。やけん、うん、コール&レスポンスできるような体制になりました。めっちゃ似とうやろあれあの髪型な、まずちゃんと特徴も書いたもん、うん、特徴顔の長だもんちゃんと口も、うん、口もよそう使っとるよ。そう、有効活用。あれさ、なんかスタンプさ作れるじゃん、うん、なんかなんだっけ、クリエイターズスタンプみたいな、うんうんうん、あれ作りたいよね。なんかね、うん、絵のタッチがね、なんかに似とるんよ。クインテットやろ。あ、それや、そうや、あんたが言ったんや。テッテッテクインテッツ、クインテッツ面白いんや。瀬戸内クインテット作ろうぜ。え、でもなっちゃんしか書けんおい顔に特徴ないとね。おい、むずくない？でも確かに特徴があったらいけるけどさ、うんうん、そうよね、うん、え、でもさ、それ思ったら、あのあれ見た？サイカリンが描いたトートバッグ、うん、めっちゃすごない？すごい、ちゃんと似てるのよ。お腹空いたね、うん、あ、生誕ティーとインパン帰ってきてないです。だって、あの返そうって、返すって言ったら、よ、まだいいよって言われた。生誕ティーはまだいいよって言ったけど、うん、インパンは早く返してほしい。じゃあ今今履いとう、また今、うわ今、あ、履いてない履いてないです。インパンはちょっと早く返してほしい。でも自分も公演始まる前に、公演の前日に必死にインパン探すもん、いつも、うん、あなたもそれしてね。インパンで通じる、みんな、うん、通じる通じる。え、2種類今、家にインパンがあるんよ。え、探したらいっぱいあるよ絶対。丈が長くて、うん、サラサラしとる素材、うんうん、どっち？それか、あの、え、綿 100% みたいな素材の、え、ユニクロのやつやと思う。ユニクロのぴったり系。ぴったり系。あ、ぴったり系、じゃあそっちだ、うんうん、そっちですっていう謎の報告そっちですっていう。早く返してください。私も必死に公演前に探すんよ。なくなるやん、インパンって。めっちゃ、うん、なくなる。そう、インパンってなくなるけん、絶対インパン泥棒がおるけん。おらんおらん、永遠に返してくれ。で、いつも公演前に返してって言ったら、今履いとるぞ今履いとるって。そう、インパン履いてるよ、いつも履いてるんですしかもその前、この前ね、そのインパンね、うん、マヒナさんに貸した。え、なんで自分が脱いで先輩にまで貸している人。ああでもその一枚だけはね、うん、なぜかなくなんないの。人のもんじゃけんよね、うん、やけん、うん、買ってあげるわインパン確かにそのインパンが買って、うんうん、そのインパンが多分人のものっていう永遠になくなるのじゃない。それ人のものっていう、うん、ちゃんとこう意識があるけん、そうやね、なくせんけん、なくならんのよ。1個よ、1個だけ。それをちゃんと選択して使
使ってるんよ。ユニクロに売ってるの？うん。何枚入りとかで？忘れた。へえ。インパンの股貸し。やだなんか。二パターン。そう。というわけで今日から私のものになりまして、はい、じゃあユニクロに行きましょう。ユニクロに行きましょう。あの受け継いでいく？まあどこでもある。胸ビさんのインパンって。どんどん。そう。みんなに。あの3期生までね。ね。名前書いてね。うん。なっちゃんからまひなさんからみたいな。そうそうそう。胸行き渡辺。入ったことある人の名前リスト。あのタグびっしり。高く売るけんそれ。おもろ。10人履きました。であの。なんか劇場みたいなさ場所がさもしかしたらできるかもしれんや。黄金のインパンつって飾られるかもしれん。最悪。飲んでないですよ。あ飲んでないです、うん、出たこのネタ思い出した。深緑さんかわいいギフトありがとうございます。これでクリスマスプレゼント OK だ。どうしようインパンめっちゃ届いたら。あインパン送れんのよねファンの方。そっか。そうそうそう。パンやけん。インのパンやけんか。そうなんね。ダメなんや。あ私靴下もよくなくすよ。あ靴下 OK OK。靴下 OK で、あそう。インパンさ、インパンとかめっちゃなくなるけんさ、マジ永遠に届いてほしいよね。うん、もう月定期便みたいな。そう。月5枚。一週一で届いてもめっちゃ嬉しい、ね、そう。月5枚定期便でさ。あとあのインパンと白シャツ。シャツ買ってこようかと思ったのに。ちょっと靴下 OK なんやけどな。靴下もめっちゃありがたいけどね。すぐなくなるけん。ね。うん。靴下あのもしめっちゃ靴下を送ってくれるって人がおったら、うん、あの全部同じ種類にしてほしい。えでも洗ってないと思われるよ。ああでもね適当に取れるもんね。そう適当に取れるよ。こうやって取ってそって履けるけん。確かに。そうユニクロいるからインパン買おうとレジに並んでたって。ダメなんだよね。届かないんだよね。そう靴下靴下靴下は確かにね同じ色のやつ。でも自分チーカーは同じやつ2個あって、うんうん、やけん 4つあるわけじゃん、うんうん、やけんどれでも履いていいっていう便利さ。そう互い違いのね靴下にはならないようにね。まあ、それもそれでおしゃれなんやけどな。ユミラーさん靴下はね何色でもいいね。おなので靴下変更します。黒か白でだとありがたい。まあ何色でもいいおしゃれじゃない。そうね。緑でも青でもピンクでも。履けたらオッケー。そう履けたらオッケー。あ穴開いてなかったらオッケー。履けたらオッケー。飲んでないですよ。うん飲んでないです。こんばんはこんばんは。毛玉だらけのとないのですぐ割れそうで。いや大丈夫大丈夫。ちゃんとローテーションされてるから。緑もねでもレッスンの時やったらおしゃれ。確かに。ね。ジャージに緑の靴下かっこよくない？かっこいい、ね、お待ちしております。靴下っていいよね。なんかどんなに派手でもさ他を何でもいいもん、ね、抑えたらさ、うんうん、何でもあっちゃうから。くるくるちえってか自分さこの前買った福袋がさ、うん、もう届くんやけど。福袋ってさ、うん、年越して届くもんよね、うん、あの配送されましたって届いて。え今来て今もう早いね。届くんよね。うーんこれさ、うん、あなたの性格なら、うん、どう思う。あの年越して開けるか、うん、もう届いたら紹介しちゃうか。あ届いたら開ける。開ける、うん、待てない待てないよね、うんうん、自分も思う。同じ靴下だと片方は何アイテム使いますね。そう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 。結構ライフハックじゃない。どんな組み合わせでもいいからね、うん、そうライフハックだよ。5足ぐらいあったら10あるわけやけんさ、うん、適当にちょっと漁ったら出てくる。シュシュッつってはいあった揃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 ったってビンゴビンゴ。ハッピーの速達、ね、そうだね。開封配信またします。服買った福袋。服福袋は買ってないと思う。買ってない、うん、スタバの福袋、うん、えもう終わった抽選、うん、毎年母さんがやりようけど、そう、うん、自分は外れた。でも母さんが当たった。おお、母さん多分忘れてるな。やっぱどこも一緒ですね。抽選。
母が当たったので、なんかいつも毎年、うん、やってよって来るんや。あ、来た。で2人で応募して、でも片方しか当たらない。忘れちゃったわ。あら、残念。スタバの福袋ってなんだっけ、なんかトートバッグみたいなのにさ、いっぱい入っとる、ね、グッズと、そうそうそう、グッズと剣も入っとっけ。うん、入っとる入っとる。またサムギョプサル、いいですね。いいね。今日はね、韓国カフェに行きました。行きました行きました。韓国好きなんだよね。でもう空腹すぎて、韓国行きたいよ。ハートの中に入ったよ。何それ。なんか適当に合わせたけど TikTok で流行って出たやつ、うん、韓国アイドルがいつぬポーズ。2人でハート作ってください。はい、こういうこと。ハートの中に入ったよ。こっちにも、はい、ハートの中に入ったよ。はーい、はーい。あ、お餅やな。確かに確かに。お餅はこう、お餅はこうよ。餅丸、ハート、ハート、お餅、お餅、投げほっぺ。ハート、お餅、投げほっぺ。ハート、お餅、投げほっぺ。これは動脈ピース。え、何、知らん。最近流行りの TikTok でいろんな人いろんな芸能人さんが、こうやって動脈、うん、そこ動脈、動脈ピース違う、違う、ここらしい。あ、ここの動脈ってこと。え、怖。これはこの動脈ピースっていうのは、うん、笑顔でやるものな。知らない。決めてやるもんな。それともなんか、なんか女優さんとかやと今 TikTok で、中野芽衣さん、中野芽衣さんと、動脈、動脈ピース。私の動脈の長さ、自分動脈ないよね、ここに腕。え、どういうこと。これってさ、こならんくない。え、そうそうそう、ドクドクするもん。自分せんよ。分からんね、動脈ないんだよ。エキナルマなんじゃない。うん。よくナルマじゃないよ。エキナルマじゃないの。え、なんかでもここじゃ、こんばんは。分からんよね、自分でやったら分からんのか、うん、だって自分が動いちゃうやもんね、一緒に動いとけば、うん、分からん。でも授業でやらされんかった。え、なんかしたよ、ね、でもここやっけ、うん、この辺じゃなかった。うん、腕、ここ、うん、疲れた腕が、ここに何か下からアングル。あ、シクシン、もうこれ売ってないよね、全然。めっちゃ赤いよね、血落ちん、公園。Wi-Fi が悪いな。 Wi-Fi 大丈夫そう。固まった気がする。入り直しましたが、どうでしょうか。なんか逆に良くなったかも。何が。あの回線。ただいま。ただいまんぼ。あ、水族館行きたい。ある。あー、でもあれか、ない。バレるバレる。ないです。わかんない。あるんか。あるかもしれない。あるじゃろ、各県に。あるイメージ。どうやろう、遠くに行くと。やばい、お腹すいた。海鮮丼、海鮮丼、海鮮丼、海鮮丼。もうお腹すいて力出ない。もうあったんじゃない時間。まあね。あ、ほら、これクーの味するよ。水族館前って言うから剣が、剣絞ってくる人がおる。これクーの味。マックでさ、うん、クー絶対選ぶし。あ、自分も昨日飲んだ白ぶどうやろ、うん、ちっちゃい頃から。もうお腹空いて力が出ないです。それぐらいもう。あん、へのへのです。アンパンマン、アンパンマン、パク。あ、ひろへは。ほらほらほら、ほらもん。アンパンマンで何のキャラクターが好き？うん、何があるっけな。自分あれが好き。あのメロンパンの、メロンパンの方がいい。
めちゃめちゃ口悪いやつにしパンで言ってきた。メロンパンのメロンパンナちゃんの、うん、クリームパンナちゃん、 お兄ちゃん、お姉ちゃん、クリームパンナちゃんじゃなくて、クリームパンナ、クリームパンナちゃんじゃない、クリームパンダよ、パンダ、パンダ、パンダちゃん、へえ、パンナじゃなくて、あれ違う、ロールパンナや、ロールパンナ、ロールパンナか、ロールパンナ超好き、なんかさ、うん、冷静なクールキャラ、アンパンマンはアンパンマンが好きです、アンパンマン似てるんで私に、え、アンパンマンって言われる、なんで丸顔の投げほっぺ、確かにアンパンマンってさ、うん、3つあるじゃん、投げれそう投げほっぺの師匠かもしれん、ありがとうございます、プレゼントを送ってあげるよって2人に、えほらやったね、おおじいさん、クミンチさん、かわいいギフトありがとうございます、おこんばんは、今何分ですか、皆さん教えてください、 What time is it now? メロンパンナとクリームパンダ、そうクリームパンダなんよ、パンナじゃなくてそれだけ、なう19時10分19秒、ほうほう、どうせってあと10分で1時間じゃない、確かに、何分か、1時間経ったら終わるか、25分そんぐらい、25分に始めた、うん、うん、まあ1時間でいっか、うん、だね、でもお腹すいたね、ね、歩けんかもしれん、どうしよう、終わった瞬間ずっとどっちがどっちを二人で転がるでも思わん、なんか歩くよりさ、ありがとうございます、転がった方が、あ、27か、うんうんうん、歩くより転がった方がさ早くないって思う、いや歩いた方が早いです、本当、うん、スキップできる人、歩くよりスキップのが楽と思わん、うん、しんどい、思わん、誰か分かってくれますか、だって無駄に体力使うもん、楽しい気持ちになるよ、まあ、それ最初だけ、なんか昨日ね、楽しいのは最初だけです、家をねスキップで歩きよったらね、うん、お母さんにね、なんでスキップしてるのって冷静に言われた、うん、ほらこんばんは、こんばんは、もう本当に空腹ね、だってなほぼ食べてなくない、朝から、うん、その小さいさ、そうカフェ、小さいカフェ、なっちゃんの誕生日に一番のメール狙いますかって、あでもね、なっちゃんはそんな連絡来ないんでいつ送ったそうよ、あの時差4時間あるけん、あの4時間の猶予あるよえ4時に送ったら自分の0時に届くけん、そういうことじゃなくて、んそうレイジを狙わなくても、うん、なっちゃんの一番は簡単に取れちゃうよっていう、そういうことわかりづらえそういうことね、そうそうそうやと思うだからレイジを狙わなくても、うんうん、2時とかに送っても多分一番です、うん、はい、ちょっと覚えます私としか LINE してないんで知ってるか、渡辺家の LINE はすげえんだぞ渡辺家起きてないでしょ、そんな、いや起きてる、レイズとか、うん、だから LINE で言わんくない、いや LINE で、 LINE で言ってくる、あの家族の誕生日来たら、うん、みんながスタンプでハッピーバースデー誕生日おめでとうみたいな、うん、合戦が始まる、なので勝てるかな、うん、まあもうどうでもいいわおい2、3年、なんか2年2年ぐらい1位狙ったけどなんか何の意味もなかったし、ハートの独占権何をしろと1位取ったね、おめでとうスタバのギフトあげます、逆にいやなんかもう狙う意味ないやん、もう2年狙ったら一緒みたいな、じゃあアップとんかつにはお醤油しとる、いいじゃん、家まで運気シェーバー、目玉焼き何派、目玉焼きはソース醤油、あんま食べんか、胡椒のみ、うん、シンプルだ、醤油派です、お話し会でお酒飲みながら人間はなんで生きるのかについて語りませんか、お酒飲みながら楽しそう、でもねお酒飲んだらねバンされちゃうんだよね、お互いってこと、 お話し会中にいい、ね、うん、ふーダメじゃん、人生相談みたいな、え何の歌って知らんの、知らん、
知らん知らん。ハンドカップ知らないと。こんばんは。ハートの独占権だよ。暇たぎ配信ね、考えよう。ポン酢？ポン酢か。ポン酢か。想像でも美味しそう。あんまりなんか水分少ない方がいいよね。できればあの黄身硬い方がいいよね。マジ？そうだから半熟じゃないと思う。いや半熟やだ。ちょっと硬めがいい。箸で食べれるぐらいの。あのトロトロが美味しいんや。うん。トロトロ？じゃあゆで卵とかもさパサパサが好き？うんパサパサが好き。半熟だよね。いえいえ。口の水分なくなったらじゃあさ、うん、あれか日常的にもさ、うん、あんま水飲まんタイプ？めっちゃ飲む。あ飲むんかい。うん。消えた消えた。めっちゃタイミングよくない？めっちゃタイミングよく消えないけど飲むんかい。パッて消えた。嘘。演出今の。目玉焼きはさ半熟やったらさ箸でやった時にさ、うん、もう流れてしまうやんお皿に。だな、うん、でなんかちょっと無駄にしてしまうやん。あまあまあまあ、まあ、どうやって食べればいいみたいな箸で絡める。でもそれでもすくいきれんさあるね。そうじゃけんやだ。あ無駄にしてしまう。君なんか食べれんくなるからそれ、うん、流れたら君が流れてしまって食べれないんだよねちゃんと。だからもう固めがいい。何でも半熟って美味しいやん。とりあえず半熟やったら、うん、食べれないんだもん。そうパンをつけて食べるとかね。パンって美味しいよね。最近トーストのさ美味しさに気づいた。通知が来たら見てしまうけど、あの本能的にパッて見んとこね。別に全然いいんだけど。なんか通知来たら見てしまう。見てしまう。なんか人のとかでも間違えて、うん、反射神経。そう反射神経でパッて見てしまう。わかるんだ。パン美味しいです。パンは美味しいですとても。イエッサ。二人はどちらが半熟ですか？え？なっちゃんかな。え？今はえ？なっちゃんです。こんばんは。ちいかわ。ちいかわね、ちいかわのさ最近ね、うん、かわいいキャラクターを見つけた。栗まんじゅうやろ。違う。えなんか顔がないちいかわ。顔がないちいかわ。うん、なんか着ぐるみの中身がないみたいな。顔がない。うーん、あれなんだよ。あれなんだ。キャラクターじゃないかもしれない。うん、着ぐるみじゃない。うん、なんか顔がなんか真っ黒に塗りつぶされてるやつ。え、何やろ。あー分かるけどね。分かる。おるよね、うん、なんかキャラクターとしてあんまり出てない。キャラなんかな。あれなんないの。ちいかわ、なんかちいかわってさ多分今見始めようと思ったら絶対追いつけんよね。いや追いつける。追いつける。うん、1分ぐらいしかないけん1話。うん、アニメなん。あれってさ、ツイッターのさ、うん、あれは何？漫画？ツイッターの漫画もあるし、うん、アマプラで。でも一緒なんかな、話的には。うんうん、じゃない？アマプラであるけど、1話1分ぐらいやけん。じゃあ今日ちいかわだな。でも見たことあるんか。いや、ちいかわ。すごいね、アニメなんだ。お腹すいた。知らんかったや。何食べ？単行本とか出たの？うん、4巻までやって。もうお腹しかなってないもん。お腹しかなってない、ね、お腹しかなってないけど。もうここのツリーが美味しそうに見てきたな。食べる。あ、好き。食べない。待って、何やっけ。唐揚げを。何やっけ。何の話。唐揚げ食べる。食べないか。メンバーのモノマネはないです。あ、お腹が鳴りそう。うん、鳴らしまくるよ。何やっけな。あ、そうやん、グラコロ。グラコロ。グラコロ食べた。食べてない。食べてない。食べたことない。いや、ある。ある。
グラコロの話したらお腹鳴った。パジャマパーティーズって名前なんだ。へえ。じゃあもうパジャマパーティーズっていうなんか3匹ぐらい確かおったけど、もう一つくくりなんだ。顔がないチーカは。へえ。まだその話をしてたのか。うん、スタモの新作飲んでないんですよ。だから誘ったんですけど返信来なかったので諦めました。そう、グラコロは全部小麦粉なんだよ。パンも小麦粉、ホワイトソースも出た。ポン酢、グラコロにポン酢何でもポン酢かけたらヘルシーになると思ってるだろう、ね、そうではないんだぞ現実を突きつけていくパターン。え、そう、グラコロ最初爆発して大変だったって。へえ。あ、ちいかわが FNS に出てるって。待って、あの子が歌ってるよ。うん、カチワレの子、うん、男の子。でも名古屋さんくない？めちゃ可愛い。見たいけど。ありがとうございます。見たいけど見れないです。なんだもう朝か。多分今からつけても間に合わなそう。一人ごっつん。チークバイター誰が好き？あの3種類の中で。中あの最初パッと見、うん、8割が可愛いって思った、うんうん、でもウサギ可愛い。なんかさ、うん、ウサギなのに黄色って珍しくない？ウサギってさ、だいたいさ、うん、キャラクターってさピンクか白かじゃん、うんうん、やけどなんかでも全然違和感ないけど、ね、黄色ってね、違和感ないけどさ、うん、やっぱ黄色可愛いなって思うよ。うーん、でもなんかその栗まんじゅうっておるやん、うん、それのなんか性格みたいなのが回ってきたんよ、うんうん、めっちゃおもろいね、あの子。お酒ばっか飲むんでしょ。栗まんじゅうはでもお酒飲んどる顔じゃなくてノーマルが可愛いんよ、めっちゃ。え、そう、なんかの飲んだ後のカクみたいな顔可愛くない？それそれは自分それは好きじゃない。あ、そうなん。ノーマルの時のノーマルの顔が可愛い。分からん、もうあの顔をしながらカクみたいな。それは違う。あれ通常じゃない、うん、あれあの顔で歩いてないカーって可愛い感があるの。めっちゃ可愛い顔あるけん、後で見せるわ。そのギャップやろうな多分、うん、栗まんじゅう推し。でもノーマルのやつってさ、そのなんだっけ、ちいかわとうさぎとうさぎと八割が次に栗まんじゅうとモモンガ。モモンガだ、うん、あれ可愛いよね。あれなんかモモンガ可愛いけど、うん、なんか自分単語しないよね。わかる。なんかさ、モモンガって可愛いけどさ、うん、なんかもっと強いファンの人がおりそうじゃない？わかる？自分より。うん、もう確かに子さんってこと、ね、めっちゃ推しと。そう、そう。やけんなんか、うん、好きになれん。わかる？なんかこう初心者がこう気軽に好きって言ったらめっちゃ怒られそう。っていうなんか栗まんじゅうもよ。本当？栗まんじゅうも？パペットスンスンの話をしてください。だってパペットスンスンはお家にぬいぐるみがあります。以上以上。パペットスンスンってなんなんやろうね。パペットでスンスン、何の動物なんやろうね。わかんないよね。ケムシ、うん、青いケムシ、なんだろう、ケムシっぽいよね一番。うん、ケムシっぽい。こんばんは。じゃあ27分になったら教えてください皆さん。はい。なんだ、うん、でもさ、すごいよね、ちいかわにさ、うん、声優に多分子役の子じゃん。超大抜擢じゃない？ね、オーディションとかあるんかな。知らない。ちいかわオーディション、はい、エントリーナンバー14番。お腹が鳴りました。なめなつきです。はい、失格。ひとりごつを歌います。なんだ、ポケットスンスン、ポケットスンスン、キャーってどうしたの？キャー、どうしたの？ウインクやってなっちゃう。え、できたよ。うまくない？自分天才。眉毛が うふ、う、あ、
やばい右目痛いんかって確かに砂入ったみたいな顔した。やばい文脈が大事。あ、お腹が鳴る。かわいいギュッとありがとうございます。あ腸の調子が腸絶好調絶好調。そろそろ27分じゃないね、思った。みんなもっと見たいからって黙ってるんでしょうん、もうちょっとあともうお腹すいた。たぶん壇上読んでたら壇上読んでたらいけるよ。ほら壇上読み始めようじゃあ一緒に読むか。13位って。 OKOK。 13位 MM さん。待ってどこやっけ、なんか分からなくなった、いきなり。あこれか、待ってこれか。来た。13位 MM さん。イエローフィッシュさん。12位ルイさん。秋吉さん。11位アキアンさん。西村さん。10位どんちゃん。ジンジンさん。9位理化学研究所さん。しげさん。8位ゴーンさん。山の山さん。7位ヤスルパンさん。にちゃさん。6位ミキヤさん。ちいとくさん。5位はるゆめさん。月影さん。4位やすべえさん。殿下海さん。3位ぼくれんぱさらんさん。やすべえさん。2位うどむさん。マチルドさん。そして1位1位ブタマツさん。ありがとうございました。ケンケンさん、ありがとうございます。パワーもありがとうございます。嬉しい釣りの日、イエイ。配信ありがとうございます。ってことで夜ご飯に行ってきま す。私たちはでは配信最後のあっち向いてホイ行きますよ。せーの、あっち向いてホイ。上左。今日は上と左の人が正解。あ、これ当てるやつ？ん？当てるやつなの？あ、そうなんです。というわけで今日も一日ありがとうございました。それではお休みの挨拶をしましょうお腹鳴るな。皆さん、私がおやと言ったらコメント欄にすみーとすみーと書いてください。では皆さん準備はできていますか？はい。今日も一日ありがとうございます。おやーすみー。よくできました。バイバイ。もう配信ないです。おやすみー。